はい、皆さんこんにちは。今日も10月29日の日曜日です。日本撮りなんですけど今日はね、陸上のあの LINE のグループの中でちょいちょい話に出てくるんですけど、ガニ股、ガニ股どうやって直したらいいですかっていう、そんな質問がですね出てきたので、その、改善方法を、紹介したいと思います。僕もね、実はすごく右足だけ外に出てしまう足がね、右の、大げさに言うともうこんな感じです。右の膝だけ外に出てしまう。でこれが走ってる時もそうで、やはり 100m 走っていうのは前に進む競技なので、横とかね、あまりその横方向への力は、できれば排除というかねしていきたいので、より効率のいい能率のいい走りをするために、少しでもねこういった、ガニ股とかを直していきたいなということで、いくつか、そんなね対策を紹介したいと思います。まず僕が聞いたのはですね、本とかを膝に挟んで屈伸運動です。今ちょうどいい風になる雑誌とかですね、はい、本、はい、こういう感じです。これですね、この膝が外へ出てしまうというのは、内転筋といってこう太ももの内側の筋肉を、鍛えるといいということです。内転筋で、この内転筋というのは足を内側にぐっ持ってくる力ですね。こういう、力をねつけると、ガニ股予防ということになるということですので、今のような本を挟んだ、屈伸運動、あとは、こういうね、本当は多分、バランスボールみたいなボールみたいなものでもいいと思うんですけど、こういうものを膝に挟んで、こっち方向に力をグーッと、このクッションを潰すようなイメージで、こっち方向にクッションを潰すイメージです。こういうのですね。あとはね、こういうゴムバンドを使ったトレーニングなんかもあります。とまあ大体こんな感じのトレーニングになります。あとまあ内転筋のトレーニングで調べてもらうと、まあ、もっともっとねいろいろ出てくると思うんですけど、僕が普段やってるのは大体これぐらいの、トレーニングになってます。あとは膝ではなくて足がガニ股、足先がこう、足先がねこうガニ股になってしまうっていう人もいると思うんですけど、まあ、そういう人は普段の歩き方からしっかりね足を前に はい、というわけでね、今日は簡単ですが、そんな、ガニ股を治すための、内転筋のトレーニングを、私がやっているものを紹介しました。すぐね自宅でできることですので、皆さんもぜひね試してやってみてください。はい、それでは、今日の動画はこれで以上になります。いつもご視聴コメントありがとうございます。これからもよろしくお願いします。それではまた。さよなら。